最中の午後2時46分、あの瞬間を迎える。最大震度7を記録した巨大地震。あまりの揺れにしゃがみ込む歩行者の姿。からおよそ1時間が経った午後4時前、渋滞で車が止まった時だった。画面左から津波に流される数台の車が。被害の情報などわかりませんけれども、今度は後ろからも津波が押し寄せる。車に津波が到達したわずか10秒後、室賀さんの車が徐々に前に押され始める。そして25秒後には車は完全に浮き上がり、制御を失い漂い始める。この時室賀さんはまだ車内に留まっていた。室賀さんの車は前方の黒いワゴン車に近づく。ワゴン車の中には男性の姿が。この衝突の直後、逃げることを考え窓を開けたという。津波が押し寄せる場合は一緒に油なども押し流されて、このようにこの水に覆われるのですが、画面手前の瓦礫や車が右方向にゆっくりと流れる一方で、画面奥ではものすごいスピードでトラックが左方向に流されていく。衝突したワゴン車の中にいた男性が車の上に避難しているのも見える。そしてゆっくりと向きを変える車。するとカメラは建物の合間から押し寄せる激しい流れを捉えた。車の中では別の場所で起きた津波の被害を伝える放送が。現在時刻は4時になったところです。波が今ビニールハウスや住宅を飛び込んでいくところです。この時室賀さんは車内でいつ車から脱出するか考え続けていたという。津波というより土砂の固まりになって流れてくる状況です。この場合はこの木造の民家では落ちてされてしまった。そして流され始めてからおよそ4分、車は吸い寄せられるように流れの速い水流に巻き込まれた。上下に大きく揺さぶられる車。目の前では別の車が流れに揉まれていた。回転を始めた車は室賀さんを乗せたまま津波に流され続ける。そして津波遭遇からおよそ4分半、車が建物に衝突し水に沈んだところで映像は途切れた。